皆さんこんにちは、楽旅の山村純也です。さあ今回京都検定の前回2級で出題されました大文殊、これが保津川の話についての質問でした。全部で10個あるんですけれども、今回は1つだけピックアップをしてお話をしたいと思います。問題がですね、慶長11年大井川の開削工事に着手しまして、丹波から京都への水運を開いた、この、豪商は誰でしょうということですね。まずは後藤庄三郎が A、 そして住之倉良医、これが E、 そして熊沢万山ですね、こちらが U、 そして A がですね、茶屋四郎次郎と。さあどれかということで、答えはズバリ E の住之倉良医なんですね。このあの後藤と A の茶屋四郎次郎、そして住之倉良医で京の三長者と言われておりまして、熊沢万山だけは陽明学者ということで、これだけちょっとね違ったんですけれども、そんな問題でした。さあこの住之倉良医ですけれども、今申し上げましたようにこちらですね、はい、ちょうど嵐山渡月橋から見たこれは保津川ということなんですが、この近辺では大井川とも呼ばれておりまして、こちらに関する問題でした。でこれを作りました住之倉良医、この保津川を開削したということで名を挙げたんですね。もともと住之倉良医というのは豪商ですから、つまりお金持ちで、どうやってお金を作っていたかといいますと、こちらはまずお医者さんとして住之倉家は世に出てきます。そしてその後は土葬業ですね、お金を貸して、さらにはその後朱印船貿易もしたという、まあ、そういう家で住之倉良医の時代にですね、貿易で財を成したということなんです。でこの貿易でお金持ちになっただけじゃなくて、こういった河川の開削を進めていったということで、現在この保津川の一番これ下ってきたところですね、嵐山、この公園にはですね、このように京都三大銅像の一つと言われている住之倉良医の銅像がしっかりとですね、このように力強く立っています。でこれ面白いのは、この鶴橋を持っているということですね。これは住之倉良医の銅像、ほぼ間違いなくこの姿をしています。なぜかと言いますと、この保津川自体が、まあ、実際行かれたら分かると思うんですけれども、このようにですね、結構岩場が多いんですね。ですからこれをどんどんとですね削っていって川幅を広げたということで、自らこの陣頭指揮を取ったと、現場に行って自らそれを行ったということで、こういった姿になっているということになります。でこの写真はですね、ちょうど住之倉良医が作りました大覚千光寺の上り口から撮ったところなんですね。でこの千光寺というのが、住之倉良医がいます嵐山公園をちょっと登っていきますと、こういう展望台が出てきます。このですね、ここですね、山の中腹にあるのがこの千光寺、まあ、ここまで階段登っていただきますと、逆に向こうからの眺めも大変素晴らしいということで、まあ、ぜひよかったらねお参りの方をしてみてください。そこにも住之倉良医の木像が安置されています。まあ、さらに住之倉良医といいますと、この嵐山に大きな邸宅を持っておりまして、その邸宅は今ないんですけれども、住之倉稲荷という神社が小さく残っています。ちょうど安倍の生命のお墓と隣り合わせなんですね。でバス停でも住之倉町というバス停がねすぐ近くにあります。そしてお墓は二尊院にありまして、二尊院にはまた同じようにね銅像もしっかりと置いてあります。まあ、こんな住之倉良医ですけれども、もう一つ高瀬川ですね、京都の街中の高瀬川を開削したのも住之倉良医ですし、そして高瀬川にも一部レリーフの像があります。それは元土佐藩邸であったところですね。その後元立成小学校となりまして、今現在はホテルになっています。ザ・ゲートホテル京都高瀬川っていうね、そんな、ホテルになってまして、その前にレリーフがありますので、それもやっぱりね鶴橋を持ってますので、よかったら見てみてください。でずっと高瀬川上流に行きますと、住之倉良医の邸宅跡、もともとこれを作った住之倉良医が住んでいたその建物とお庭、これが後に山形有朋さんが無林庵として、第二無林庵として使いまして、現在は
頑固二条園さんになっているそういう場所もあります。で最後に三条木屋町下がるというところに瑞泉寺というお寺がありまして、これは角倉呂医がこの高瀬川を作るときになんと豊臣秀次の墓を発見したということで、まあ、これはかなり放置した状態でしたので、これを年頃に弔うためにお寺を作った。この瑞泉寺の中には秀次のお墓もありますので、これも角倉呂医がやった功績かなというふうに思いますので、まあ、こんな形でいろんなことをね京都に残しておりますので、ぜひこの角倉呂医注目してもらえたらと思います。さあそうしましたら今日はこちらの方で終了させていただきます。また次回お会いしましょう。